バクー・フニクラはアゼルバイジャンのバクーにあるケーブルカーシステムである。トーケーブルカーはネフチラー・アベニューとマーターズ・レーンの広場を結んでいる。バクー・フニクラの列車バクー・フニクラあたりケーブルカーはオリッシュ・ランバランスキーの手動で建設された。トーケーブルカーは1960年に開業となった。トーフィグ・エスメイロブは2006年よりトーケーブルカーの責任者となっている。 ケーブルカーには11人の職員がいる。ソビエト時代にはハルキウで製造された客車を当ケーブルカーでは利用していた。当ケーブルカーは数回修理されている。当ケーブルカーは1980年代後半に閉鎖され2001年に再開業した。当ケーブルカーは2001年及び2007年に見事に修理された。2011年4月に トーケーブルカーは完全なる整備のために再び閉鎖され2012年5月23日に再開業した。トーケーブルカーにはバハラームグル及びマーターズレーンと呼ばれる2つの駅がある。ありがとうございます。